着いた、チョビ。おいで。落ち着かないね。ジョーピー。落ち着かないね。はい、皆様、こんにちは、こんばんは。ジョーピーチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。チョピちゃん、これ何をしているのかというとですね、実はですね、この行動、まあ、SNS でね、お伝えしたことあるかもしれませんが、お腹の調子がちょっと悪くって、そわそわしてるんですよね。ただ、今夜のね、11時ぐらいなんですけど、お散歩して、寝る前の散歩、今はね、1日3回散歩行ってるんですね。朝と夕方と寝る前。で、今ね、ちょっともう下痢っぽい、またちょっとね、柔らかめの、うんちをしてきたばかりなんですけど、このそわそわがね、止まらない感じなんですね。今したばかりなんで、すぐ出るってことはないと思うんですけど、この感じはね、ちょっとお腹の調子が、良くなくて、落ち着かないんですね、これね。まあいろんな検査もやって、まあ数値もね、いろんな基準内に入り、チョピー、おいで。チョピーおいで。チョピー。チョピーおいで。チョピー。どうしたもんかな。おいで、チョピおいで。はい、向こう行って。向こう行って。向こう行って。食欲もあるし、散歩も嫌がるそぶりもなく、検査も問題ないのに、はい、チョピちゃん。なぜという気持ちばかり強くなってしまいます。チョピちゃん。夜12時から朝まで何度も起きておむつ替えたり、チョッピだって味気のない両方食の缶詰食べたり、早く良くなれ、良くなれ、と何度も病院行って約2週間。みんなで頑張ってきたのに、何か悲しいです。チョピここへで、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 よいしょ。まあ実を言うとですね、お腹の調子がですね、全然落ち着かないんですね。全然安定しなくって、まあ今ヒルズのね、缶詰、ウェットフードに変えたりして、ビオフェルミンのね、さらに吸収がいいやつもいろいろ飲んだりしてやってるんですけど、やっぱり下痢になる時はなっちゃってっていうのをね、まあ、どうかな、3日4日よかったら、5日目にね、それが起きるということを、ちょっとね、やっぱり繰り返してしまうんですよ。で、いろんな検査をやって、まあ、検査の数値もね、まあ、正常の範囲内で収まって、まあ、特にね、これなら大丈夫じゃないかという結果だったんですけど、どうもそれが続くんだというのと、まあ、これカメラを通してですとね、あまりわからないかもしれないんですけど、これ最近ね、この数日間ですっごい思うのが、もうこうやって触っただけでですね、背骨とか、すごい浮いてる感じなんですよ。この腰の辺の骨とかね。もうそう、どこ触っても、骨が、まあ、こういうところ触ってもそうなんですけど、もうこういうとこ触ってもそうなんですけどね。もうすごい骨がね、すごい出てて、この辺のあばらとか。今ね、体重が 1.9 ちょっと切るぐらいなんですよね。で、なんかTちゃん逆にちょっと太ってきてるんで、まあ、さつまいもですね。作りたてのさつまいもを、ちょっとね、フードに混ぜただけでね、もうその日の夜、
朝ごはんにそれをやったらね、もう夕方ね、また下痢がすごかったんです。本当にわずかな量を入れただけなのに。こういうとこね、こういうところの骨もね、なんかすごい浮いちゃってるんですよね。ねえ、チョピー。前そんなんじゃなかったよ、チョピー。ねえ。まあ、ということでね、ちょっとずーっと考えとったんですけど、この2、3日。やっぱり全身麻酔して、ちょっと腸の中をね、まあ内視鏡か何かで、検査した方がいいんじゃないかなと、思いました。まあこれだけちょっと痩せてきてるのもすごく心配なんですけど、やっぱりなんかその普通にね、食べたいものがまあ食べれないっていうのは、なんかすごいかわいそうだし、ちょっとしたおやつも食べれないなんて、なんかすごいかわいそうですしね。僕もですね、昔、すごくね、原因不明の下痢が続いた時があったんですよ。で、内視鏡やったらですね、まあ、特に悪性とかじゃなかったんですけど、本当に小さなポリープが、2箇所かな、ポンポンってついてて、で、それを取ったらね、もうピタッとその下痢が収まったっていうこともあったりしたので、まあ、これだけ詳しい検査やって、食事もガラッと変えてね、サプリや薬も飲んでるのに、まだそれを繰り返すってのは、何か他にちょっと原因があるんじゃないかなと思うので、明日かな、ちょっと電話してね、まあ、全身麻酔での検査をね、ちょっと相談しようと思います。一瞬ティーナの時みたいに、まあ、セカンドオピニオンでね、まあ、動物行動医療センターもちょっと考えたんですけど、まあ、症状が一応、下痢のみなんで、どうかな、というところなんですけどね。まあ、とにかく一回ね、ちょっと内臓系の検査を、直接目視でね、してもらった方がいいんじゃないかなと思うんだ、ジョビちゃん。で、今、14歳とね、まあ、8ヶ月かな。なんで、確かにね、まあ、チョピちゃん、全身麻酔でどうなんっていうのはあるんですけど、まあ、それめちゃめちゃ心配ではありますが、これ逆にあと半年後とか1年後とかね、もっとひどい症状が出ちゃって、で、その時にね、どうしても全身麻酔しなきゃならない。もう15歳と8ヶ月ですけど、みたいなね。もしくは16歳ですけど、となった時は、ちょっとそれはっていうもう選択しかないよりは、今ちょっと痩せてはいるんですけど、まあまあ、下痢以外はね、食欲もあるし、まあ、ああいう形でね、歩いたりもします。まあ散歩のペース、スピードは遅いけど、外に出るのがやっぱり楽しいみたいでね。そこは全然変わりがないので、普段と。ちょっと頑張って検査しようかな、ジョピちゃん。チョピー、ねえ、チョピちゃん、チョピー、ねえ、まあいくついくつまで長生きしろとか、まあそういうエゴっぽいことを言うつもりないけどさ、ねえ、少しでもまあねえ、一緒に長くいたいしね。僕今こんな風だから、その本当に車中泊の車の字もないんですけど、とてもじゃないけどお出かけなんて全くできないですしね。いろんなとこを旅行して、まあサービスエリアでも何でもいいんですけどね、行ってなんかワンコが食べれるものとかあげたりとかね、余分なもの今全く食べさせられない状況なんで、もうそんなんでお出かけしても多分チョビちゃん疲れるだけだろうしなとか、やっぱいろんなことを考えちゃう。本当にこことかね、骨結構ゴツゴツしてるんですよ。これちょっと分かりづらいと思うんですけど、すごいゴツゴツしてる。こんなんじゃなかったよ、ジョピー。ねえ、ジョピー、ジョピーちゃん
まあこうやってね、ホリホリする元気もあるんですよ。あるんだけど、食欲もあるし元気もあるんだけど、どうしても下痢しちゃう。で、ここから朝までにね、また2時間後とか3時間後がちょっとやばそうだなって感じなんで、また今日もね、寝ずにちょっと様子見てみようとは思ってるんですけど、まあただ、こんな生活毎日毎日やっぱり続けれないんで、ちょっと一回ね、検査してこようかなと思ってます。まあもし全身麻酔になった場合はね、またご報告しますんで、チョピちゃんに元気玉送ってあげてください。よろしくお願いします。それでは皆さん、またねー。バイバーイ。チョピ。今日はいいよ、何回しても。俺朝まで起きとったらでな。バイバーイ。Thank you.